感じるぞ。我を愚弄せし都の人間どもの恐れを、恐怖を。そうだ、その肉、その小さい子の一滴まで我が復讐の糧としてくれよ。安心しろ、我がよみがえった暁にはお前の望みも叶えてやる。必ず生命を殺せ。一人の人間に過ぎんが嫌なうずきを感じる。はい、ヤマタノオロチ様、お任せください。あと少しのご辛抱を、ようやく我々の願いが叶う日が来るのですから。そう、苦恩の時を待ち焦がれたあの日が。また地震ですよ。これで何回目でしょうか。冥界から戻ってきたばかりだってのに、何だってんだ。来るぞ、気をつけろ。ヤマタノオロチ様に逆らう愚か者たちだね。あたしが飲み込んであげるよ。なんとか倒しましたね、生命様。どうやら奴ら本腰を入れて俺たちを始末しようとしてるみたいだな。都の正気もどんどん色濃くなっていく。前に覆っていた陰の木とは違う、もっと異質なもの。これがオロチの力、復活の時が近いのね。今度こそひとまず定員に戻って今後の対策を考えるとしよう。とうとう見つけたね、草薙の剣のかけら。苦労しましたね。コハグはもう冥界なんて行きたくないです。うん、次に行くのは死んじゃった時にしようね。もう神楽様、そんな縁起が悪いことを言わないでください。草薙の剣といえば三種の神器の一つ、凄まじい力を持った剣だって話だ。これを使えばあの蛇野郎を倒すことだってできるんじゃないのか。いや、残念だがこのままでは難しいだろう。凄まじい神通力を感じる。だがそれ以上のことは何もわからない。お前でもそうなのか。なんとかなると思ったんだがな。見つけた、阿部の生命。また出ましたよ。ちっ、このエビ女、しつこいやつは嫌われるって知らねえのかよ。ヘビはしつこいところが取り柄なの。シャシャシャ、己口をしやで、何度でもよみがえる。オロチ様の力があればね。シャシャシャ。そうよ、もう間もなくヤマタのオロチ様は復活する。本当に残された時間は少なそうだな。生命様、このかけらをもっと詳しく調べることはできないのでしょうか。かけらが持つ力が強すぎる。調べるとしても長い時間がかかるだろう。だが黒生命やエンマ、そしてあの妖刀姫を目覚めさせた力を持つ者も言っていたことだ。必ずやオロチを倒す手がかりがここに隠されているはず。せめて生命様の記憶さえ戻れば、草薙の剣について調べていたのですから。あ、
すみません、琥珀別に責めるつもりじゃ。いや構わない、その通りなのだからな。無力なものだな。天才陰陽師と呼ばれたところで神の力の前にはなすすべもない。だがよ、このままだと八方塞がりだ。どうしようもないぜ。こんな時八尾国がいれば指針を占ってもらえたのに。カグラ、あんな裏切り者の話はするんじゃねえ。ごめんなさい。でもやっぱり私ね、八尾国が裏切ったってまだ信じられない。うん、信じたくないのかもしれない。カグラ、ずっと前、私が悪夢にうなされて苦しんでいた時のことを覚えてる？ああ、もちろん。あの時はすげえ心配したぜ。うん、心配かけてごめんなさい。でもね、あら、カグラさん、こんな時間にどうしたんですか？もしかしてまた眠れないんですか？もう悪夢は見ないと思いますよ。安心してお眠りなさい。わかってる。でも怖いの、目を閉じて静かに暗闇に落ちていくのが。もう二度と目が覚めないんじゃないかって。あらあら、かわいそうな子ね。こっちへいらっしゃい。こうしていると落ち着きませんか？うん、すごく懐かしい感じがする。八尾国ってあったかいんだね。昔もよくこうして眠れない子たちをあやしたりしたものです。あら、眠ってしまったんですね。かわいい寝顔。あなたが安心して眠れるようになるまで毎晩子守歌を歌ってあげましょう。ゆっくりおやすみなさい、カグラちゃん。夢うつつの中聞こえてくるその調べは、とても優しい歌声で、その日から私は安心して眠れるようになった。そんなことがあったのか。うん、あの優しい歌が嘘だったなんて信じられない。そうだな、八尾国は幾度も私たちを助けてくれた。琥珀も嫌いになんてなれないです。だがよ、あいつは裏切り者だ。あいつのせいでオロチが復活したんだぞ。この都はあいつのせいで。それはわかってる。でも、もしかしたら八尾国の行動には私たちが知らない理由があったのかも。理由か。だが、今はそのことを考えていても仕方あるまい。目の前のことを考えねばな。どうかしたんですか？カグラ様、かけらをじっと見つめたりして。鮮明、それを借りてもいい？ああ、構わないが、何をするつもりだ？ありがとう。考えがあるの。もしかするとうまくいかないかもしれないけど、その何が起こっても黙って見ててね。お願い。カグラ様？これは、かけらに宿る神通力がカグラに反応しているのか。カグラ様！大丈夫。もうちょっとで。おい、カグラ！もうやめろ！
大丈夫。絶対に生命の役に立ってみせるから。まさか、かけらに宿っているものを霊媒の力で無理やり読み取ろうとして。ご主人様、我が身の炎をお使いくだされ。何ですかこれは。どうしてカグラ様の体からこんな奴らが。待てろカグラ、助けて、すぐに助けてやれ。おいカグラ、何が起こってんだよ。ちくしょう。相当苦しいでしょうね。かけらとはいえ、人気の力が体を蝕んでいるのですから。ヨービクニ様。てめえ、証拠りもなくまた現れやがったな。私ばかり気にしていていいんですか。このままだとその子は消滅してしまいますよ、魂ごと。おい、どういうことだそれは。生命さんならその理由をよくご存知だと思いますが、いじらしいですね。我が身を顧みずあなたの役に立ちたいだなんて。早くカグラを助けねえと。生命様、どうして黙って見ているんですか。早くカグラさんを助けてあげてください。そのかけらに宿っているのは私の力を超越した神の力。私には手の出しようがない。そんな、それじゃカグラ様は。神の力に対抗できるのは神の力のみだからこそ、そのかけらはヤマタノオロチ様に対抗する力ともなりうる。私の占いでも見通すことができなかったはずです。まさかずっと冥界にあったとは。カグラ、くっしょその草薙の剣のかけらよこせと言ったらどうします。その返答、わざわざ占う必要もないだろう。残念です。では力ずくでいただいていくとしましょう。ヒロマサ、カグラのことは任せたぞ。ああ、もちろんだ。この裏切り者に思い知らせてやれ。無駄です。お忘れですか、この不死の体のこと。忘れるものか。約束したはずだ、私がそれを何とかしてやると。そうでしたね。そんなこともありました。こんな女にほだされるなんて本当に甘いですね、生命さん。では今度こそ力ずくでいただいていきますね。これは、ここは我が庭だ。何の仕掛けもないと思っていたが、たとえ不死であっても霊力を使い切ってしまえばしばらく動くことはできない。雨の生命、やはりあなたも。次はこうはいきませんから。オロチ様が復活するとき、その時こそ私も。なんとか追い返しましたね。でも草薙の剣のかけらがここにあるとバレてしまいましたね。カグラ、大丈夫か。ああ、気を失ってはいるが呼吸は落ち着いてる。そうか、まったく無茶をする。昔からこういうやつだ。大切なもののためなら平気で命だってかけちまう。
それよりどういうことだ。ヤオビクニが言っていたことは、お前ならその理由を知っているというあの言葉の意味は。そうだな、確かに盲点だった。今のカグラなら神器の力に干渉できる。なぜならカグラの魂は神の力の依り代として存在しているからだ。なんだと。それじゃあ俺の妹は。あとは直接本人から聞いた方が早いだろう。スメヒロマサ、カグラ大丈夫か。カグラ、まったく無茶をする。あまり心配させないでくれ。琥珀もカグラ様がご無事で心から嬉しいです。ごめんなさい、みんな。でも、わかったの。見てて。これは、かけらから、草薙の剣を再生しているのか。私は生贄の巫女だから。だから、この剣に宿った神の力を使うことができる。生贄の巫女だと？やはり。記憶を取り戻していたのだな。うん、ヤマタノオロチが現れてから少しずつ。でも怖かったの。みんなやこの定員に居場所がなくなりそうで。そんなことはねえよなあ、生命。もちろんだ。当たり前ですよ、カグラ様。うん、この剣の力があればヤマタノオロチに対抗できるはず。あとは。大きいな。嫌な予感がする。クンクン。どうした、犬コロ。だから琥珀は犬じゃありません。そんなことより生命様、都の方からとても嫌な匂いがします。生命様、源の広政様、大変です。都に再びオロチの化け物たちが。なんだ。なんということだ。あちこちに丸太みたいな蛇の胴体が絡まっている。ひどいな。これはどう見てもオロチの体ですよね。もしかして、もう封印が。おい、都中の陰陽師が命を懸けて封印したんだぞ。そんな簡単に解けるわけが。まあ見ろよ、この石になった男。すごい顔をしてやがるぜ。よっぽど怖い目にあったんだね。琥珀は石になんてなりたくないです、生命様。ヤマタノオロチはもう目覚めつつある。きっとそう。カグラ様、どうなされたんですか。わからないけどすごく怖いの。何もしてないのに体が震えて。おい、カグラ。大丈夫、まだいける。私にも手伝わせて。必ず私のこの力が役に立つはず。しかし。分かった。でも本当に無理な時は教えろ、エラ。心配すんなって。無理はさせねえ。本当に辛い時は俺が寝かしつけてやれ。まったく、お前は昔からそういうやつだ。一度心に決めたことは何があってもやり通す。ありがとう。
兄ちゃん。あ、全部が落ち着いたらちゃんと話す。だから今は。ああ分かってるよ。安心しろ。お前はその時までしっかり俺が守ってやるからな。それにしてもだ、これはヤマタノオロチが復活しちまったってことなのか。いや、諦めるのはまだ早い。見ろ、この都の惨状を。おそらくこれはオロチの巨大な霊力が生み出した分身のようなものだ。これはネナノだ。オロチという幹のな。なるほど、琥珀には分かりました。つまりオロチは自らの復活に必要な養分を確保するためこの都に根を下ろしたのですね。そうだ、おそらくオロチはこの根から都に宿る霊力を無尽蔵に吸収している。それって大変じゃないですか。それが本当だとしたらこれからもっとひどいことになる。時を置かずして大地は力を失って痩せ細り、稲穂一本育たぬ地獄と化すだろう。その前にヤマタノオロチを倒さねば。そううまくいくかしら。蛇は本当に執念深いの。また会ったね。しまったかい、蛇女。本当にしつこいね。それは蛇にとっては褒め言葉だよ。ああ、力が、オロチ様の力が湧いてくる。生命。ああ、今度こそ引導を渡す。あら、多勢に無勢って言葉を知ってる。オロチ様の力はこんなものじゃないよ。さらに増えました、生命様。こいつは少しばかりきつそうだな。今度こそあんたたちはおしまいさ。果たしてそうでしょうか。勘違いしないでください。あなたたちを助けるのではありません。黒生命様の命令だ。都のあやかしたちを救えとおっしゃっていた。なんだお前たちは。しゃあ、あなたもです。蛇が蛇に惑わされてどうするのですか。広政、何があったかは知らんが、つきものが落ちたようだな。こんな雑魚など任せておけ。この間いい曲を聴かせてくれた礼だ。あーや、行くぞ生命、神楽。払いたまえ、清めたまえ、救急に寄りするよ。この場所はいつの間に。これは現実か、それとも。まだ迷っているのか。闇に落ちし、もう一人の阿部の生命、そして闇に落とされながらも生命であり続けるものよ。お前は一体何者だ。都の陰陽師たちが命を懸けて行ったあの儀式、やはりお前の入れ知恵か。ほう、それに気がつくとは。さすがは希代の陰陽師の片割れだ。私のことはスサビとでも呼んでもらおう。スサビ
その名はまさか高天ヶ原の。小さき運命の流れは寄り添って集う。やがて大きなうねりとなっていく。そう、運命の器は間もなく満ちる。お前はその時どうするつもりだ？我の答えなどとうに決まっている。この安倍の生命の答えなど